ルネ・アレクサンドル・アルヌーは、フランス人の元回一ドライバー。1970年代後半から1980年代前半の F1 フランス人ドライバーを代表する一人。勝利数、ポールポジション数、ファステストラップ数、リーダーラップ数のいずれも、フランス人ドライバーでは、アラン・プロストに次ぐ2番目の数字である。ただし前世紀を過ごしたチームの一つであるルノーでは、 速さはあるもののマシンの信頼性に欠けていたということもあり、あまり年間を通してのコンスタントな活躍はできなかった。また、同国フランス人ドライバーとの確執も多く、キャリア後期にはドライビングスタイルで物議を醸すことも多かった。1975年にヨーロッパフォーミュラルのジャンプとなり、1976年にはヨーロッパ会議でランク2位。 1977年にはチャンピオンを獲得した。また、メカニックとして活動していた経歴もあるという。1978年、続いて参戦した第5戦モナコ GP も、予備予選落ちで決勝に進めなかったが、第6戦ベルギー GP では、予備予選、予選の両方を突破、予選19位からのデビューを果たした。マルティニの F1 参戦はこの年、 K7 戦のみと散発的であり、アルヌーが実力を発揮しきるには、難しい状況だった。終盤の第15戦アメリカ東 GP、最終戦カナダ GP にはサーティースから参戦したが、それぞれ9位リタイアとなった。ルノー時代、編集アルヌーによりでも走行される元同僚、ジャ a v u の1979年生。 ルノー RS011979 年2年目の1979年には、ルノーに移籍。前半戦は予選で海に沈んでいたが、第8戦フランス GP では2番グリッドを獲得し、決勝でもジルビル・ヌーブとのバトルのスエス3位に入り、初入賞で表彰台に上がった。ここから頭角を表すこととなり、その後2位を2度記録したほか、第11戦オーストリア GP、 第12戦オランダ GP では連続 PP を獲得している。勝利はなかったが、獲得ポイントでチームメイトのジャンピエール・ジャブイーを上回った。1980年1980年には、第2戦ブラジル GP にて初優勝し、続く第3戦南アフリカ GP でも優勝。また予選では、第10戦オランダ GP から第12戦。 イタリア GP まで3連続 PP を獲得するなど、チームのエースドライバーへと成長していった。1981年1981年により、ジャブ EU に代わって、アラン・プロストがチームメイトとなる。この年のアルヌーは、予選で4度の PP を獲得したものの、決勝での最高位は、第11戦オーストリア GP の2位と優勝は、ならなかった。デビュー2年目のプロストが3勝を挙げ、 双方が完走したレースでは共に前でフィニッシュしている状況の中、チームは次第にプロストよりとなり、アルヌーの立場は脅かされることとなる。1982年1982年もアルヌーは予選でこそ多くの PP を獲得していたが、プロストが開幕に連勝を記録したのに対し、なかなか勝利することができなかった。地元の第11戦フランス GP において、 ようやく2年ぶりの優勝を手にするが、内容は、再三のチームオーダーを無視し、タイトル争い中だったプロストを差し置くというものだった。立場はかえって悪化し、第15戦イタリア GP で、シーズン2勝目を挙げるも、この年をもって、チームを離脱する結果となった。フェラーリ時代、編集フェラーリ 126C4 をオーカルアルヌー1983年1983年より、 名門のフェラーリに移籍、初年度アルノーに残留した、プロスとブラバムのネルソン・ピケとチャンピオン争いを展開した。結局ランキング3位に止まったが、予選で 4PP、決勝でも3勝を含めた7度の表彰台を記録し、チームメイトのパトリック・タンベイと共に、チームの世界タイトル獲得に貢献した。ただし前年までのプロスと同様、タンベイとも人間関係で問題を起こしている。 1984年翌1984年は、マクラーレン・ポルシェの強さが圧倒的であり、チーム内でも新たにチームメイトとなったミケーレ・アルボレートに対し、予選、決勝ともに遅れを取る形となった。しかし表彰台4度を含めた9度の入賞により、最終的にランキングで6位に入っている。百八十五年百八十五年も、フェラーリからの参戦となり、 開幕戦ブラジル GP では4位に入るが、直後に突然の解雇。その理由は、当時チームのマネージャーであったマルコピッチニーニの妻との不倫問題のこじれであったとされるが、正確には不明。アルヌー本人は、現在に至るまで、この件について沈黙を守ったままである。リジェ時代、編集1986年1986年に、リジェより、開一復帰。 ルノーエンジンで走ったこの年は構想を見せ、表彰台こそなかったものの4位3回5位2回6位1回で、ランキング8位となる。第7戦でトロイト GP では、チームメイトのジャック・ラフィットと一時1から2体制を築く一幕もあった。1987年1987年、チームはアルファロメオが新開発した時期4。 ターボエンジンで参戦予定だったが、開幕前のテストで発生した、エンジントラブルに腹を立てたアルヌイの暴言に激怒した、アルファロメオ側が、開幕直前にもかかわらず一方的に契約を解除。エンジンが突然なくなったチームは開幕戦、ブラジル GP を欠場。第2003割の GP からは、メガトロンエンジンで参戦することになるが、急遽、メガトロン用に改造したマシンに、 チームメイトのピエル・カルロ・ギンザーニと共に苦しみ、6位入賞が1回に終わった。1988年1988年はガソリンタンクを2分割するという得意な設計のマシンに苦しめられ、最高位は第13戦ポルトガル GP の10位とデビューイヤー以来のノーポイントに終わった。 予選最高位は17位で2度の予選落ちも喫すなど、チームメイトのステファン・ヨハンソンと共にテール・エンダーの常連となった。1989年1989年は、第6戦カナダ GP で5位に入るが、第1で最後の入賞となる。全16戦で7度の予選落ちを喫し、チームメイトである新人のオリビエ・グルヤールに対しても、予選で上回ったのは4戦に止まったが、ポイントでは、 グルイヤールの6位1回1ポイントに対し、5位1回の2ポイントと、上回った。この年をもって、引退、最終戦オーストラリア GP 時点では41歳であった。ドライビングアドバイザー会1位引退後、しばらくグランプリの現場からは遠ざかっていたが、1995年に、新チームフォルティからデビューを果たした、ブラジル人、ペドロ・ディニスの、ドライビングアドバイザーという形で復帰。 しかし、モータースポーツの最高峰、会チではおよそ聞いた例のない肩書きであり、現役時とはマシンの特性も違うであろう。当時のドライビングについてアドバイスが可能なのかといった点で、この役割を引き受けたアルヌー自身にも疑問の目が向けられた。実質、ディニスのコーチ的存在として、アルヌーよりも貢献したのは同僚でもあるベテランドライバーのロベルトモレノであった。 グランプリマスターズ2005年11月、南アフリカのキャラミサーキットで開催されたグランプリマスターズ第1回大会に参戦した。出走14台中、予選11位、決勝12位の成績を収めた。フェラーリ XX プログラム2019年、現在はかつて在籍していたフェラーリのコルセクリエンティ部門が運営する XX プログラムで一般のオーナーと混じって、 サーキット専用マシンであるフェラーリカイ XX をフェラーリのイベントでドライブしている。元フェラーリの F1 ドライバーであったこともあり、来場者から大きな人気を博している。初のポール・トゥーインでもあった。未勝利に終わったアルヌーに対し、アルボレートは第3戦ベルギー GP で勝利も記録していた。海一前市1981から 1985P96。P 最低のエンジン、ピットを出ることもできないと発言。アルファロメオがアルヌーの発言を契約発揮の口実にしたとの説もある。アルファはシーズン直前にフィアットに買収されており、DJ は新開発の次期オンターボ、オゼライは従来の V8 ターボと違うエンジンでの2チーム供給となること、またフィアット参加のフェラーリが F1 に参戦していたこともあり。 フィアットは1チーム減らしたい意向があったと言われる。結局アルファは、海一撤退となったため、オゼッラはアルファよりエンジンを譲り受け、独自に改良して1988年まで使用し続けた。BMW 自家4ターボのカスタマーエンジン。これに対し、中島は、GP の偉大な先輩に、あんな失礼なあだ名をつけるなんてと怒りを示していた。誰も知らなかった、回一の。 舞台裏バトル講談社1992年10月28日111ページありがとうございます。